続きましてネムネムリオちゃんくんからいただきましたありがとうございます、うん、山井さん広瀬さんこんばんはこんばんは,んばんは私は今年高校生になり、うん、おめでとう彼氏が欲しいと思いプチ高校デビューをしようと、うん、薄いですがお化粧やヘアアレンジなどを頑張っていました、うん、ですが、うん、中学校生活でまともに喋った男子が二人しかいなかった私は、うん、未だに男子と話せていません<わ>話しかけられてもえ えっと、あの、あ、あはははは,はという具合で、<laughs> えっと、あ、と、あははだけで会話が終わります。うん、彼氏以前の問題だと、先生からはいじられ、先生に相談したの。姉からはきっしょと笑われました。うんうん 女子とは普通に話せるのになんでだろうと毎日疑問に思っていますあーーお二人は異性と話すときどんなことを話したりしてますか、うん、最近肌寒くなってきたので体調には気をつけ暖かくして寝てくださいあーでもそれは好きだからだよねシンプルに、うん、でこれさ先生に相談したってこと彼氏以前の問題だと先生からはいじられ同性の先生なんだろうね 女性の先生で先生に相談した先生どうしたらいいんでしょう私っていう質問をしたらもう「うんそれ以前の問題じゃん」って「で終わっちゃうんだからで姉から岸長と笑われた「姉も姉だな」でもちょっといじられるようなちょっといじられポジションの女の子なのかなかなまあ控えめな子なんだろうねきっとえっあえっとあの「あハハって言われたら あははしかは言えないもんねか <laughs> こっちもそのどうどう攻めていいかわからないよねきっとねんなんか好きじゃないのかなみたいないご,ごめんね困らせちゃってみたいなじゃってなるでもこの子もそれをなんだろうどうにかしたいのにできないってことだもんねうんうんそうだね他の男のことは話せるのうん多分そういうことじゃない男子自体男子自体だと あそういういことかな、うん、なるほどな可愛くなる努力続ければ男子需要高くなるよそれはもう間違いないでしょうね確かに世の常だからかに高校卒業したらいろいろあるよ、うん、お二人は異性と話す時どんなことを話したりしてますかまあこの業界の異性は異性だけど同業者だからなそれななんか一個ちょっと距離置いちゃう <laughs> 広瀬氏はそうかなんか広瀬氏はでも割と 割とっていうか気使いだからなんだろうな見た目パリピとは言わないけど積極性もね僕は持ち合わせてるように最初の印象としては思ったんだけど結構その周り見て一歩引いてくれるタイプじゃん例えば時俊一ってああ見えてイノシシタイプだからさ思ったこと言う感じたことを言うっていうタイプ。 それに対して1個引いて「そうだね」って合図中って相手が欲しい言葉とか投げるっていうタイプだと思うの。だからそうなんだよね。でもだから僕から見たら山やしがそう見える。ああなるほど。ああなるほど。いやでもだからこそすごいなって思っちゃう。褒め合いだよ今日の「眠るナイトは」は幸 <laughs> せの番組ですね。あの山谷氏がいててくれる番組ってあの なんか本当に心の底から手ぶらで行っていいやと思う気になれる本当に褒めるのが前でしょ <laughs> この人いやでもだってそれはお客さんもそうだと思う、うん、だって見,見る時の安心感すごいほらわかるって、うん、いやただ、まあ、安心感がどうかわからないけど多分その見る場所見る場所で僕の印象って割と違うと思うんだよねうん、うん、あま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 あそうだねうん、うん、だそのボケがいなかったらボケになるしツッコミだったらツッコミっていうところでもうん,うんうん。もう。 やばい人な時もやっぱあるしね、その瞬間的にあるね、確かにね。あえてそっち側に回る時がね、そうなんだよね、まあ、その面白いものね、作ろうってなった時にね。でも、優しいんだよね、この子は。そうだよね。気を使って、視野広いと思うんだよね、こういう子って。女子とは普通に話せるの、二人を一緒で話す時、どんなこと話したりしてますか。その、壁を作っちゃうところもあるけど。 実際その話さなきゃならないじゃないけど話すとなったら何を話すスタッフさんでもいいし同業の女の子でもいいし同業の女の子と喋ることってそうないでも本当にそれこそなのなんだろうどうにかしてそのスイッチを入れるじゃないけど、うん、なんか相手との共通点を見つける<ー>一つでも頑張るんだ、うん、頑張らないと興味ない 一つちょっと今感じたけど興味ないとかじゃなくて異性に興味ないあるよあるあるんだけど違うね人並みにあるかそのなんだろう異性なんか職業柄もあるじゃんやっぱりそのなんか同性と絡む機会が多いじゃん僕ら多いねんかこの子の男バージョンみたいな感じ俺もああんか仕事場に女性がいることってほんとなかったの俺そうなんだうん こういうのお仕事をして現場に女性がいるっていう空間がめちゃめちゃ新鮮で、うん、そっかそ<う>普通にいるもんねそう普通にいるからだし、うん、女性メインの時も全然あるしそういう時がすごくなんだろうあどうしようなんか変なことして変に目立ちたくないなみたいなああそうこんなにイケメンで気遣いなのに<っ>そんなにね 抑えてくれるっていうのは周りの男からしたらありがたい話ですけどなるよだってそうか意外だなそれは逆に山家氏はどうそのあ何だろう僕は割と人類皆兄弟な発想で生きてるだからキャンプとかで女の子もいるからそうそう俺の印象で勝手にだから男だけだろうなと思ったら女性含めてキャンプしててうわ 陽キャじゃんって思ってそういうのは思うんだ陽キャじゃんあそう確かに今第一話の作りは陽キャっぽかったなでも何て言うんだろうないや彼女らにすごく失礼な言い方になっちゃうかもしれないけどあのねもう家族なんだよねあの連中ってめちゃくちゃ親しい距離感もねうんめちゃくちゃもうなんか あの関係ないって言ったら変だけどお互いにいろんなことも知っているというかうんで遠慮もないうんだから全然こう先輩後輩関係なくタメ口使うし汚い言葉で罵ったりもするしでもこう笑いが生まれるっていう最高じゃんそういうコミュニティだからねあんまりねあそこは。 そういういいんんじゃないんだけど例えば現場で会うスタッフさんとかあとは共演した女性声優さんとかそういうところでいうとうんもうでも壁分厚いなってい人はさああいる誰とは言わないけどやっぱりいるじゃん人生生きているとか <laughs> なんでこんな壁厚いんだろうなみたいな。でででやっっぱりその業界内で言ったら現場で 普通にいや引っ越し好きなんですよみたいな話「山君引っ越し好きだよね」みたいな先輩に振られて「あそうです」って、うん「今どこ住んでんのうん、うん、どこどこです」うん「前どこ住んでたのどこどこです」「前の前はどこどこどこです」っていう話とかしててこうみんな「あそこいいよね俺はあそこ前住んでた」みたいな話になるじゃん。<ー>でその輪の中に普通に女性声優もいて「うんうん、今どの辺なんですか?」って言ったら「あ私あのあの,ー、その西の方です」って言われたことがあって <laughs> やっぱりその <laughs>。 僕は別にどこどこ駅って言われても出待ちしないしそこに引っ越そうとは思わないよけどあこの人からしたらやっぱそこは壁が必要な部分だったんだなっていうのを学んでちょっとそのやっぱりまあア,イドルだアイドルだったりアーティストだったりその、ね、気をつけなきゃいけない子っていう人もいるから、うん、そう。 こっちがどう思ってるっていうか、相手がどういう印象を持ってるかっていうところが、大事なんだなって学んだ。ああ、まあ、確かに相手の気持ちをね。うん。くみとって。あ、そう。うん,うん、そうん、ううそう、そう、確かに、確かに。そうなのよ。警戒された。だから、シンプルに言うと。あ,<ー>あ、申し訳ないことしちゃったなって。スタッフさんとか遠慮なく喋るね。いや、まあ、西の方のインパクト。西の方ですって。<laughs> 西の方。<laughs> って思ったけど。あ。西へーって言って。 <laughs> まあそこから1ミリも話広がないけどさ。っていう感じでいいのかな。ねまあでもなんかね、うん、なんかでも自然と変われるよきっとうん慣,れ慣れじゃないけど、うん、無理しない方がいいと思う。<ー>無理しちゃうといいその無理したまま頑張らないといけなくなっちゃうから。うん 僕は大人になってから後悔するぐらいだったら、うん、もうなけなしの勇気を振り絞ってあ<ー>なんとかバランスしかけてほしいなとは思う,う、ね、学生時代の青春なんてちょっとだもんね本当だよ本当にだからチャンスがもし来たら<ー>その、えー、学祭の任せられた部門が同じだったりとか近づく機会とかがあった時にどう声をかけようの準備はしといてもいいんじゃない学祭 確かに何かを一緒にするっていう、ねうん、理由があるからね。ってさすが、ね、先生だった一応やらせてもらってるんでさすがでしたもら、はい、っ